塩釜神社裏参道入り口鳥居奥に見える林の東側に法蓮寺があったとされる。右に映っている白い建物は塩釜市役所宮城文庁舎。塩釜神社裏参道終点付近樹木に隠れて見えないが階段を上り切った右側に塩釜神社博物館がある。奥には塩釜神社の鳥居が見える。法蓮寺は道の区国宮城郡塩釜村。 現在の宮城県塩釜市にあった、新聞州寺院で、戦国時代末期から江戸時代にかけて、六津区に一宮である、塩釜神社の別当であった。陰号を、金光明山宝蓮芸人宝蓮密寺といい、三号、一森山、別名、塩釜寺とも呼ばれた。別当として、脇院十二房と、鮭二十九屋からなる、一山の中心となって、シャムを取り仕切り、 塩釜神社の浦山道入り口から一、森山中段に脇院など多数の建物があったとされる。明治の廃物希釈により廃寺となった。本尊は大日如来であったと言われる。創建は室町時代とされるが、正確な時期はわかっていない。中高大一世となった富鏡により、天正頃に改ざしたとされるが、少なくとも英六頃に法蓮寺が、 不教活動を行っていたことが資料に見られる。天文17年以前成立の留守文元帳と同じ頃に書かれたと見られる自家者屋の日記という自社領の記録に高蓮詞があり、この時点ですでに大きな事業を抱えていた。江戸時代の塩釜村の村役人の執務参考記録である塩釜町方と目書によると、富鏡より前の台については、 工場後記録等に見当たらないので、富鏡を第一世として、以後の僧場を二世三世と数えたとしている。また、演者由来追考によれば、法蓮寺は、古紀伝で因号を、金光名産法蓮芸別名を、塩釜寺,三王寺号を、一森山最上五国塩釜寺と言ったとする。潮釜町片留所も同様で、金光名産法蓮芸京都人の字の末寺で、 あったという。塩釜町方止め書にはさらに、法蓮寺黒門の額には、法蓮密寺と書かれていたことが記録されている。宮城県市第12巻によれば、宮城県内の新言衆寺院は、現在は新言衆寺院でありながら、自覚大使を解散や中高解散とする歴史不明の寺院が多くあり、これらは天台宗寺院が改修されたものではないかと推測している。 塩釜神社市においても、天台宗だった塩釜神宮寺が、法蓮寺の前身とする説を紹介しており、法蓮寺も元は、天台宗寺院であった可能性がある。中高第一世となった富鏡の経歴についての諸説を以下に挙げる。塩釜神社市によれば、富鏡はルス氏の命を受け祈とするといい日々、神殿にも出て度胸していたが、社人がこれを嫌ってる寿司に訴えたところ、 数物の心が厚かった留守氏が、社人の訴えを知り添けた上、富鏡を敬って、塩釜神社の別途とし、じ、道を建てて、高蓮寺としたとされる。市宮塩釜社によれば、宮城郡や淡田村の八万軍は、王子の大社で、天台州の車窓十四房を抱えていたが、同書ではさらに、富鏡は、ご法上市の失足で、箱根に置いて出家した後、淡田軍、 宝蓮花ぶさの十字になり、宝蓮寺が塩釜に、移転の後は、自然に、塩釜神社部等になったと記している。末昌山半舎寺の暗永の書き出しでは、今の本山は、宝蓮寺であるが、王子に、八幡宮が王子そであった際には、宝蓮寺の方が松寺であったと記しており、宮城県市、第十二巻では、富鏡が、半舎寺を出て、宝蓮寺を流星させたのではないかと推測している。 しかしながら、いずれの説も立一には至らず、今後の新たな資料発見が待たれる。前日の受刑者屋の日記によれば、16世紀半ばの法蓮寺は、4300がり、30巻900の地、門前に、倉3以上41巻600分を事業にしていた。法蓮寺は、戦国時代末期より、塩釜神宮寺に変わって、塩釜神社の別島となっていく。 その過程について、宮城県氏、第十二巻では、豊臣秀吉の小田原征伐に従わなかった留守、正影が、天正十九年に所領を没収されて、岩井軍公会に移された際に、外護者を失った塩釜神宮寺が水尾し、代わって、高蓮寺が台頭したのではないかと推測している。さらに同書では、富鏡が神宮寺水尾に乗じて、 だてしと結んだ政治的僧侶の可能性を示唆している。仙台藩書大藩主の伊て政宗は、現画5年に、塩釜神社へ、車両24巻336分を寄進した。この時の寄進車両の内訳を見ると、高蓮寺と脇院六房の合計が9巻734分、左脚人の合計が14巻602分となっているが、 初代藩主正宗は留守時代の車両を没収した上で改めて寄進したとされる。その後、漢文三年に三代藩主、津宗の寄進車両7巻584分がすべて法蓮寺に渡ったことから、漢文三年の時点で車窓側が、鮭側を治療港で上回るに至った。鮭の記録、滋賀家謝礼所上並止め書には、漢文三年の車原増大の時より、 法蓮寺の威勢が増し、さらに法蓮元年の潜座に際して、一山の社鮭社僧は、法蓮寺の下地に従うようにとの、お神からの申し渡しによって、法蓮寺が支配職の地位を確立した、との記述がある。この記述から、法蓮寺が仙台藩立家の祈願寺として、三代藩主、綱宗の頃から流星を極めていった様子が狙い得る。法蓮寺には、 塩釜神宮寺を包摂した地蔵院を含め、中世寺社勢力を引き継ぐ形で成立した、古六友と呼ばれる脇院六夫佐があったが、これに加えて、宝永2年には、法蓮寺、第12世であった窓か鏡の隠居寮により、新六友と呼ばれる脇院六夫佐が創立され、脇院は合計12夫佐となった。また、優勢な社僧勢力は鮭を抑えて、 シャム一切を支配するようになり、車窓と車家の間に主事の争いが起きた。松尾芭蕉の奥の細道の旅に随伴した河合空の空旅日記によれば、元禄国年5月8日羊の時に二人は潮釜へ到着し、その夜は宝蓮寺門前に宿を取ったと記録している。その場所はちょうど右写真の塩釜神社浦参道入り口の付近だったと言われる。 神仏分離令に伴う廃仏希釈運動により明治3年に1月20日に廃寺となった。ほとんどの建物が取り壊され、所蔵していた仏像や仏具も散逸してしまい、現在は書院ということで解体を免れた勝家老のみが王子の面影を忍ばせている。江戸期に塩釜及び松島を描いた景観図など複数の描写から法蓮寺が 塩釜神社の裏参道入り口付近にあり、そこから市森山中段まで脇院が並んでいたことが確認できる。特に、欧州名所絵図巻の山に収められている、裏坂部等金光名山法蓮寺の絵図には、勝雅郎の位置が描かれており、その描写と現存する勝雅郎の位置から法蓮寺が、現在の塩釜市役所宮町分庁舎北側にあったことがわかる。 ありがとうございます。